では準備整ったようなので、福澤さん緊急会見始めさせていただきたいと思います。福澤さん入場です。この度は私たちブザーの緊急会見にお集まりいただきありがとうございます。それでは今回の新曲ブラックオホブラックオハブラックオホブラックオアホワイトについて謝罪させてください。この度はこのような楽曲を世に出してしまい誠に申し訳ありませんでした。それではここから質疑応答に入らせていただきます。ではまず千葉さん、はい、なぜ今回このような楽曲を作ってしまったのでしょうか。まずブラック・オア・ホワイトっていうタイトルが出たのが4月のツアーファイナルだったと思うんですけど、まあ皆さんブラック・オア・ホワイトっていう字面からちょっと結構かっこいいものを想像してだと思うんですけど、ちょっと出来心と言いますか、ちょっと素顔が出てしまい、このような形になってしまいました。もう二度と、もう多分ですけど、こんな曲はありません。すいません。サクさん、はい、全然足りねえぞ熱量と、ライブ中のファンの皆様の熱量が足りないと思うところが、実際にあるのでしょうか。はい、正直なところを申しますと、ライブ中ファンの皆様の熱量が足りないと思うことはございます。ですが、今回の新曲ブラック・オア・ホワイトを聴いていただければ、もう二度と全然足りないぞ熱量ということは ないとございます。ありがとうございます。ハルさん、いや、いいとこ見せたいお前にということでしたが、ライブ中に、ファンの方々に本当にいいところを見せられてるんでしょうか。We are Love Shen, we are Love Shen, we are Chao, trước đây là không có biết gì hết.Bây giờ đang nói chuyện là Honey Beetle, tao nói là mày muốn cho con mày ở chỗ đẹp trai, mà bây giờ tao không có làm cái đó được, xin lỗi. Yeah. Oh. ありがとうございます。浩平さん、絶対叶えてやるマイドリーム、ということでしたが、ブザーメンバーと夢を叶えるにあたって何か方向性の違いなどありましたか。そうですね、方向性の違いといいますか、まずちょっと方向性が分かってないといいますか、ちょっと自分が誰だか分かってなくて、まず名前も分からない、年齢も分からない、男か女かも分からないといいますか、でこれがグループなのか果たしてソロなのかもちょっと分からないといいますか、そうですね、何もかもちょっと分かってない状況でして、
まあそうですね、マイドリームとはちょっと存じ上げないと言いますか、自分の頭の中にないと言いますか。そうです、ちょっと喉乾いたんでちょっと飲み物いいですかね、すいません。本当に黒と白はようやくあのブラックオアホワイトでちょっと覚えたんですけど、ちょっと赤とブルー、あ、青が分かってなくて、まあ、これからちょっと学んでいけたらいいかなっていうことですかね。でブラックオアホワイトでちょっといろいろ英語も多分ただただあると思いますんで、まあ、そこでちょっといろいろ学んでいけたらいいかなっていう気持ちはありますね。そうですね、以上です。ありがとうございます。続いて、しゅんさん、言っとくけど遊びじゃねえぞ、とおっしゃっておりましたが、最近の言論ではライブは遊びだなどという発言も目立ちます。他の演者の方々に失礼ではないでしょうか。反省してます。遊びなんだよ。いいやつなんです。ごめんなさい。普段悪いやつです。普段いいやつなんです。遊びなんだ。はい。ゆうやさん、爆裂顔なん最強ということでしたが、本当に、メンバーが全員顔なん、つまりイケメンと言えるのでしょうか。ゆえさん、はい、爆裂顔なん最強ということにつきまして、まあ、全員が全員イケメン、それに関しては突っ込まれると困る、非常に困ると言いますか、何もこんな生中継の場で全員が全員爆裂がおらん最強っていうのを世にさらさなくてもいいわけで、僕たちメンバーの中には爆裂がおらんじゃないやつもいるわけで、本当に柳沢記者、あなたには分かってないでしょうね。本当に世には爆裂カオラン最強歌ってますけど、それが果たしてみんなに届いているのか。全員がイケメンってみんながみんなのその本当に全員が爆裂カオラン最強なのかっていう印象を変えたい。おつい、ありがとうございます。いろいろ質問してまいりましたが、最後にシャンプさん、今回の新曲の話に戻りますが、結局のところ白なんでしょうか、それとも黒なんでしょうか。はい、その件に関しましては、事務所ともただいま共有中のため、8月23日
法廷にて決着をつけさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。